はい、おはようございます。原田農園です。今日は10月の2日ですね、火曜日です。今日はですね、こちら家庭菜園チックな、原田農園の事務所に近いところにですね、ちょっとした圃場があるんですけど、そちらをですね、耕して、サニーレタスとかちょっと苗ができてますんで、そちらの方をですね定植していきたいと思います。はい、それでは今日も頑張っていきましょう。はい、ちょっと調子よく畝を立ててたら、そういえば肥料入れるの忘れてました。一応pH 簡易測定器で、測定今したら7なんで中性でいい感じですね。この間お話しさせていただいたようにですね、ここサニーレタス、葉物を定植する予定なんで、こちらの圃場は鶏糞を今からちょっともう一回撒いてですね、もう一回畝を立てて、最終的にマルチを上からかけていくようにしたいと思います。はい、じゃあちょっと鶏糞撒いていきます。
はい、今ですね、久保田のスーパーベジマスターで鶏糞を散布した後ですね、畝を立てていきました。やっぱり機械の力はすごいですね。一瞬で畝が立ち終わりました。はい、またですね、これマルチをかけて、一応マルチを同時にかけれるものが、付属でついてるんですけど、それだとですね、マルチの上に土をかけてしまいますので、土をかけずにですね、畝はもうマルチを引いて、もう全体が草が生えない状態にしたいと思いますので、マルチ押さえのピンで、マルチをかけて押さえていきたいと思います。はい、朝のですね、作業は、畝立ての、作業でした。はい、お疲れ様でした。こちらが、スーパーベジマスターです。こちら新しいものがもう新型が出てますけど、これ旧型ですね。TA1050 10.5 馬力だったかな。それにハッスルロータリーマルチという、コーンするロータリーがついていて、こちらの後ろに成形板がついてます。はい、このような管理機ですね。はい、以上でスーパーベジマスターの紹介、また詳しく教えていただきたい方はコメントいただければ、また詳しく説明の方をやっていきたいと思います。はい、今昼休憩なんですが、昼休憩はですね、こちら玉ねぎの苗を箸した、トマトが植えてあったハウスなんですが、そちらにですね、気肥混入器を使って今ですね、追肥してます。結構ですね、ハウスの中乾いてたんで、今換水と同時に液肥混入器、もう液肥混入器の中は透明になってるんで、液肥はなくなってしまいましたね。はい、じゃあ止めて、ミストエースから水が出て、液肥がしっかりと追肥されたと思います。はい、以上ですね。昼の作業は追肥作業やってきました。僕の方はだいぶ緑になってるんで、トマトがたくさん発芽してるみたいです。はい、という感じで、こちら玉ねぎのですね、苗の状況です。はい、昼はですね、この3列マルチを張りました。ちょっとマルチこの間全部埋めてやろうと思ったら、ちょっとマルチの寸法が足りなくてですね、ちょっとしょうがなしにマルチに土をかけたりして止めたんですが、これにですね、サニーレタスの苗ができてますんで、定植していきたいと思います。はい、昼の作業は以上です。はい、今ですね、仕事から帰ってきました。昼に、マルチをかけたところに、ちょっとサニーレタスの方を、定植していきたいと思います。はい、それではやっていきます。
はい、こちらですね、今サニーレタスが、定食終わりました。128ケツが2枚ほぼほぼ、定食できたんで200はあると思います。はい、またですね、これ徐々に成長していくのが楽しみですね。まあ、あと台風が来てるんでマルチが剥がれなければいいんですが、まあその辺が心配です。はい、ということでですね、今日の仕事がから帰ってですね、夕方の作業はサニーレタスの定食作業でした。はい、お疲れ様でした。今からですね、白ネギの袋詰めをやっていきたいと思います。